本日は引っ越しに伴った、片付け清掃を行う現場に向かっております。ご依頼なんですけども、まあ、間取りが 3DK のマンションでして、今現在は夫婦で住まれている、まあ、2人暮らしの、物件なんですけども、まあ、やっぱり引っ越しをするにあたって不要品って出るじゃないですか。やっぱそこでどうしても片付けれないっていうので、まあ、本日来させていただきました。はい、あ、こんにちは。関西クリーンサービスの太田と申します。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ご依頼いただいたのは長女のゆいさん。3年ほど前にご実家を離れ、飲食のアルバイトをしながら学生生活を送っています。家からそのバス停までがちょっと坂道がきつくて、ちょっと父が体が不自由なんで、もうちょっと距離が近いところとか、マンションの作り自体もちょっとバリアフリー寄りの物件にしようかなって。去年の年末ぐらいからゆっくり探してました。脳出血で倒れて2、3年ぐらい前に、で左半身が動かない、動きにくい、麻痺が残った感じになってます。この部屋で残すものは、この椅子、これ、はい、この椅子ですね、はい、この机、この机、折りたたみの机と、あとは何があるかよく分かってない。まあそれも、じゃあ都度確認しながらしましょうか。はい、だから基本的にはこういう部分を残すんですね。はい。OK です。ゆいさんが生まれたのをきっかけに、3人家族で20年ほどの月日をこの家で過ごしました。状況が変わり始めたのは、ほんの小さなきっかけだったといいます。小学生ぐらいの時、徐々に、って感じです。家具とかも多くて、しまうとこがなくなって、でも捨てるのは苦手かなって感じです。結構朝から夜ぐらいまで仕事で帰ってきて、ご飯食べてお風呂入ったらもう疲れて寝る。日々の忙しさによる疲労は、少しずつ住環境をも蝕んでいきました。環境の違いを認識しつつも、周囲と良好な関係を築いていたゆいさん。家庭内で片付けを強いられることもなく、自分のスペースが確保されていれば、問題なく過ごすことができました。身近なところから、ちょっと紙捨てるとか、普段おるところからって感
感じですか。なんかどっかでスイッチが入って片付けるでって言ってわーってやるけど途中で燃え尽きるみたいな。ゴミ捨てに行くあれも限りがあるし、でもそれで止まってそこから続かないみたいな。いつかはそういうの頼んで一気にっていうのは思ってたけど、いつにしようかなみたいな。どんな感じ？頑張ってます。ちょっと入れやすらしいですか。はい。はい。でこのスニーカーもいらない。はい。はい、で、はい。いるものです。はい。いいと思います。多分普通です。帰ってきた時は止まったり。ゆいさんは現在月に 2,3 回ほど実家に顔を出されているといいます。当時も週末は一緒に食事をとったりと団らんを楽しんでいたそう。こっちの部屋です。テレビがあるリビングみたいにしてる部屋でやって食べてました。母が作ってました。野球好きやったんで、野球とかも。プラチナの指輪です。あ、すいません。普通にフォンですよ。よかったよかった。あ、これは、はい。図書カード。いらないですね。今もう全部処分してしまっているんです、はい。はい。いいですよ。はい。これはいらないんですよね。はい、それはいらないです。はい。もうこれ出しちゃう。はい。この下のやつは、やっぱお客様が残してほしいっていうのは、これを処分してしまうと、やっぱ戻ってこない可能性が非常に高いので、やっぱそこをしっかり確認する。いるものはもう先避けて、みんなで共有するっていうところは心がけてます。あとは、もうできるだけすぐ出せるものは出して、なるべくスッキリさせていって作業効率を上げていくっていうのが、私一番気にして作業してるところかなと。いうところですね。もう一度できます。そういえば最近見てるんだね。あ、カルタやって、はい、やってきたんで。あ、そうなの。なるほどなるほど。またやるってなったら、年一で大会があるし。あと、一人で持てますけど。母のじゃないですか。良さげ。あ、本当だ。
娘さん大事なもんありますよ。わかんないです。一人っ子です。だからね、幼稚園の頃のやつ。もう結構やっぱいろんなゴミとかが蓄積して、もうこう床にね張り付いてるような状況、こう紙とか、まあ、食品がこうつなぎ目のところですね。ちょっとしたこう隙間が破れたりして、でそこにゴミが入っていって、今もうこういう状況になっているので、もうこうなってしまったら遅いですよね。結構修繕費もかかってしまうし。いや、そんなことないですよ。やっぱり、もうその本当に一歩が大事だと思うので、こういった状況なんですけど、どうしたらいいですかっていう。もう、なるべく早めに相談していただければ、清掃費用とか、修繕費用って抑えれるんじゃないかなと思うので、ご気軽に、はい、していただけると。はい。片付けも終盤に差し掛かった頃、和室の一角から、母方のおばあ様よりもらい受けた品々が出てきました。ドレス、ウェディングドレスですね。だからおばあちゃんが塗ったやつ。すごいすごい。捨てれないよね。それはちょっと捨てれない。成人式とかの着物も全部おばあちゃんが仕立てて。おばあちゃんすごいですね。また卒業式があるんで、なんか訪問着みたいなのあるからって。もう用意すぎ。お、そう、何歳？92。すごい。この式の時はもう少ないです。1年、5年、10年ってこと。夕方になり、朝から始めた作業は終わりを迎えようとしていました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。で、先ほど作業が終わりまして、まあ、率直にこう片付いたお家を見て感想をいただけますでしょうか。やっぱちょっと広く感じますよね。物がなくなると、はい。まあでも良かったです。はい。生まれてからずっとちょっと寂しいですね。まあでも何でしょう。人生の1ページです。ありがとうございます。ね、言ってくれると嬉しいですよね。お客様から、はい、ありがとうございます。本当に。私たちはゴミ屋敷の問題に日々直面しています。近隣の人々や住人の家族にも影響を与え、悪臭、害虫、苦情、ストレスを引き起こします。それぞれの人がゴミを貯める理由やきっかけは異なり、その原因を一概には言えません。
これがこの問題の難しさです。しかし一つだけ確かなことは、住人たちは一人では解決できない問題を抱えています。私たちは何ができるかを考え続けていきたいと思います。依頼主に寄り添い、住環境を改善する。